車軸用のベアリングってこれだけあるんですけど、結局どれがいいの？今回はホイールシャフトを通す車軸について検証していきたいと思います。このシャフトの回転数が多いほどにマシンというのは速く走るわけですが、効率よく回転させるにはこの車軸というのが非常に重要。 AR シャーシもしくは MA シャーシに最初からついてます低摩擦樹脂製プラベアリング、通称ポムって言うんですけど、この車軸というのが丸穴の中をシャフトが回転するので、使用する際には必ずグリスを塗りましょう。まずはこちらのポムから数値を測ってみましょう。では次にこちらのフッ素コート620スチールベアリングを使っていきます。へえ、初めて買ったんだけど裏こうなってんだ。先ほどのポムと違いメッキ加工を施した金属製の軸受けになります。付け方は多分こっちが合ってるんだけど、軸受けを逆に取り付けてみますとホイールトレッドがいくらか狭くなります。こちらの軸受けにもグリスを塗りましょう。AO パーツメタル軸受け、これが本来の使い方ですのでこちらも測定してみましょう。そこまで速度が変わんないんだったらメタル軸受けでいいじゃんね。続いて紹介するのは六角穴ボールベアリング4個セット。六角穴なのでホイールシャフトが固定されて周りに内蔵されてますボールベアリングによってシャフトを回していきます。ただこれ難点を言うとカウンターギアの丸いシャフトに通らないため結局こっちも買うことになるかと思います。なおここから先のボールベアリングはダッシュをせずに測定していきます。六角ベアリングでこれか。いやマジか。そしたら丸穴ボールベアリング、特に値段変わんないんだったら丸穴の方がいいのかな。こちら丸穴6点設置でボールベアリングが回りますが、さっきのフッ素コートの理屈で言ったら丸穴の中でも回るのかな。グレードアップパーツ、最後は HG 丸穴ボールベアリングっていうけど何が違うんだ。摩擦抵抗を減らしてスムーズな回転を生み出しスピードアップに効果的ですっていう謳い文句は一緒で、そのくせ1000円するんだから本当にすごいんだろうな。はめてみた感じなんだか片付きは少ない気がする。AO パーツ620ボールベアリング2個セットが2つ。とうとうこれを使う時が来たか。グレードアップパーツと違い少し大きくなってます。はい、本日の動画以上となります。今回検証した結果、おすすめできる軸受けとして栄養パーツメタル軸受け4個100円で買えるなら絶対これがいい。これらのベアリングまだまだ早くする方法があるので、次回は脱脂をやっていきたいと思います。はい、以上ミニ四駆マスターでした。